アルゴリスミックシリーズ A のベンチャーキャピタルで1500万ドル約21.6億円を調達。アルゴリスミックはフィンランドのヘルシンキを拠点とする量子ソフトウェア企業です。量子コンピューティングによる創薬研究を加速させるため1500万ドルのシリーズ A ラウンドを獲得しました。このラウンドはインベンチャー VC が主導しテジ、プレシディオベンチャーズ テムズトラストおよび以前からの支援者が追加で参加しています。昨年末、同社はオーロラと呼ばれる新しい創薬プラットフォームを発表しました。このプラットフォームは古典的な前処理を使って複雑さを軽減し、分子の最も関連性の高い部分だけを量子プロセッサー上でモデル化し、古典的な後処理を使ってエラーを減らすというものです。 現在、製薬会社と概念実証プロジェクトに取り組んでおり、将来的に量子優位性を提供できるプラットフォームを提供する予定となっています。同社は IBM とパートナーシップを結んでおり、IBM の量子プロセッサー上でアルゴリスミックのソフトウェアをスケールアップすることができます。この資金調達に関する追加情報は、コンタムビジネスマガジンをご参照ください。